そのポーランドで生まれ育ったイジドルチク大使、スポーツ万能で国を代表した水泳選手であり、大学で法学教授を務めている時に日本に大使として赴任するというポーランドが誇る超エリート。さて、そんな大使の住んでいるのが、さあここは代官山の某場所なんですが、なんともうすでにご覧ください、大使公邸に入らせていただいております。まあ、この辺りのマンション非常に静かなものですから、ご迷惑をおかけしないようにこの中から撮影を開始しているんですが、お邪魔いたします。よろしくお願いします。早速中に入れさせていただいてもよろしいでしょうか。中に入ってもよろしいでしょうか。私の家です。ようこそ。見てください、この桜ですかね。これね、桜です。はい、東京です。ワルシャワです。おお。玄関には木工細工でできた2つの都市の地図が。東京とワルシャワ、そして間には桜がありまして、そして私の眼前にはですね、はい、美しい奥様がいらっしゃるんですね。どうぞ。お邪魔します。私の妻です。ナイスミーチュー。マイネームイズノブヨシ。見てください、皆さん、この大使公邸のこの広々としたリビングをご覧になりますか。あそこに国旗が、ポーランドの国旗と日本の国旗、そしてなんと今日の我々の番組のために大使ご夫妻、あんなお食事を、ポーランドのお食事をご用意いただきました。おお、すごいですね。おいしそう。これ、あの、一つ質問なんですけども、毎朝こちらでご飯を食べられてるんですか？ Not really. Not really. Not really. Not every day on special occasions. We would like to show Poland for our Japanese guests. Mm-hmm. So we have, for example, their original furniture from Poland, same age as Tokyo Tower is. They are made in around 58-59. 日本でやっぱりパーティーとか大使やられるので、そういう時のためにやっぱり広い場所が必要なんですね。ゴージャスな部屋もいいですが、やはり気になるのが大使夫妻がご用意くださったポーランド料理。せっかくですからいただきましょう。これはポーランドのスープですね。いただきます。トツパスープですね。いただきますよ。私の妻スープです。奥様が作っていただいたスープですか。おお。美味しそうなスープからいただきましょう。このスープの名前は何ですか？ジューラック。ジューラック。ジューラックです。ジューラックです。これはいつもポーランドで飲まれている一般的な家庭料理でしょうか？バルズポポラルナイバルズスマクイアポリスキムトレスタ。じゃあ早速いただきます。いただきましょう。うまい。これはうまい。これ材料は何ですか？そうか、だから少し酸味があるのか。これはですね、これ過去の大使館の皆様、大変申し訳ございません、これ過去ナンバーワンスープが出たかもしれませんね。数々のスープあってきました。ハンガリーのあのスープも美味しかった。ただ皆さん、ポーランドのこのスープ、過去最高のスープかもしれません。美味しい。これなんだろう。No, dziękujemy za miłe słowa i od razu pozdrawiam panów ambasadorów, zwłaszcza ambasadora węgierskiego, który jest moim przyjacielem. これ見てください、これ甘くて。面白い。すみません。難しかった。美味しい。胡椒もこう効いて、この酸味に非常によく合うんですよ。これ止まんないですね。めちゃくちゃ。どうしたの。いや、あのですね、奥様にもう一杯でお願いしてしまったの。ありがとうございました。ちょっと、あの、撮影をお忘れないよ。これね、本当に美味しいんですね。あ、そうなんです。で、私がまだ食べてないんですが、スープだけではありません。日本ではあまりお目にかかることができない絶品ポーランド料理。
これも私いいですか、うん、見つけたのはニシンのマリネ。あ、うーん、おいしい。もう一個いただいていいですか。これ本当においしいんで、はい、同じのばっかり。まだ残ってましたからね。2個取っちゃいます。もう無理ですよ、スタッフまで食べてますから。ポーランドの美食、大使公邸に招かれていることすら忘れるほどの美味しさでした。そして昼食後、大使が見せたいものがあるということで車の中で待っていると、おっと、これはもしや。じゃあ大使の今の趣味、どういうものがありますでしょうか。Tak jak mówiłem, jeżeli mam możliwość, to jest nurkowanie, natomiast bardzo lubię motocykle. バイク。そう、大使はバイク好き。母国ポーランドでも日本製のバイクを所有。私たちのためにバイクを見せてくださるというのです。なんと外交官ナンバー、めったに見ないバイクです。スポーツ万能、大学教授、そして大使、天は二物を与えるのです。すごいですよ、大使館晩餐会初、なんと大使がですねバイカー姿で登場ということでして、これはかっこいい。これヤマハですね。ヤマハのこれは VMAX の最新型ではないでしょうか。すげえかっこいいんですけど大使。すげえです。すげえです。出ました。しかもブルージーンズと。かっこいい。ブルージーンズ。うん、プライベートです。プライベートです。今プライベート。今プライベートです。大きな大使の体もしっかりと支えてくれる 940cc の大型バイク。はっきり言ってかっこいいです。日本のバイクはやっぱりいいですか？Tak, uważam, że japońskie motocykle są najlepsze。嬉しいワードですね。これで日本をよく旅してるんでしょうか？Jeżdżę w Polsce i w Japonii。Why did you choose this bike? To w Polsce mam bardzo szybki motocykl。Natomiast w Japonii chciałem trochę inny styl. No i z uwagi na to, jaką pełnię funkcję w Japonii, to wybrałem taki motocykl, który za bardzo się nie może za szybko jeździć po prostu. Ambasador no, no, presja ga dokkarimasu ne. Kyou arigatou gozaimashita. Suge! Cool da na, Taishi. I'm not afraid.